高弘です。今日はまあ紅葉シーズンということでですね、岐阜県養老町にある養老公園というところに紅葉を見に行ってきました。まあ今はねやっぱ紅葉シーズンということもあって結構人もいるかなと思ったんですけど、意外と空いてましてちょっと見やすかったんで、ちょっとで養老の滝ってところがあるんですけども、その滝とかもね見てきて、道中もちょっといろんな食べ物とか食べたりしてきたんで、その様子を撮ってきたんで、ぜひその様子を見てください。どうぞ。こっち行くと養老の滝あるんですけども、今からちょっと山道をね登っていきたいと思います。結構ね長い山道なんでね、すごいあれですよね、自然すごいですよね。
でも気持ちいいですよ、やっぱこういう自然のとこ歩くっていうのは。まだまだ先はありそうですね。ごめんなさい、だから。まあもうちょっとで気にすると思うけど、どうだったかな。あ、見えてきました。
はい、ということで、ちょっとね、早かったのか遅かったのかよくわかんないんですけども、なんかあんまりまだ色づいてないのがあったり、かと思えば結構散ってるやつもあったんで、結構まばらじゃまばらで、うん、なんか時期間違えたのか良かったのかよくわかんないですけど、綺麗なところは綺麗でした、確かに。で、あと道中ね、五平餅、前にね、東海オンエアのとちみつくんがね、岡崎の五平餅、岡崎は八丁味噌なんですけども、岐阜県はくるみ味噌が有名で、で結構形も団子型もあれば、まあ、わらじ型もあるんですけど、結構バラバラなんですよね。まあこれはこれでね、美味しいんで、まあ来た際には食べてみるのもありじゃないかなと思います。で、あ と滝もね、結構道中階段上がってたりとか、結構上がらなきゃいけないんで、上がるのもね結構疲れるんですけど、この行った後はね結構達成感というか気持ちいいんでね、で上にちょっと休憩所もあるんで、休憩してから降りてくるってのもいいとは思うんで、まあちょっと興味ある方はぜひ行ってみてください。僕ツイッターとインスタグラムの方やってますんで、そちらの方のチェックの方もよろしくお願いします。概要欄の方にリンクの方貼っておくんで、そちらの方からぜひよろしくお願いします。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。